はい、皆さんこんばんは、中島です。今日は4月の17日を終えようとしている時間帯です。ですね、まあ今日という日は、まあ、なかなかもって私忙しかったです。まあ来客の多い今日は1日でした。でまたこの後もお客様がちょっとお見えになる日です。私昨日は本当に楽しい一日を過ごさせてもらって、でね、ちょっと感じてることがあるのでお話しします。私あまりお花を飾ったりとか、お花をねプレゼントすることは結構多いんですけど、それ自分がお花もらうっていうことがすごく少なくって、今までの人生の中で、で昨日たまたまなんかこんな花束をねいただいたんですよ。そして、普通だったらなんかポイってこうお花の好きな人にまたこうお裾分けするみたいな感じで差し上げたりとかしちゃうんですけど、たまたまですね昨日はこうちっちゃなこう きれいな花瓶に入れてもらってたので、それを部屋のテーブルにポンと置いてみたんですよ。あんまりないことなんですけど、置いてみるとなんかねこうお花の威力というか生き物の威力というか、今までやっぱり切り花にあんまりそういうふうには感じなかったんですけど、なんかいいなーってちょっと思ったんですよ。で、あ、ちょっとしばらくお花買ってみようかなみたいな、なんかそんな気になりました。だから私多分ねもともと一番初めに中学生の時にアルバイトしたのは実は花屋さんだったんですけど、その時もなんかねお仕事みたいなイメージで花をこう触ってたんだなっていうふうに思います。それから数年間忙しい時は花屋さんでバイトしたりしたんですけど、今回みたいにこうなんていうのかな、あ、ちょっとここにお花あったらいいなとかっていう気持ちってあんまり自分の中でなかったなって、なんか全てがこう何かのためとか、人のためとか、あとこれがこの人のここにあったらいいなとか、なんかそういうことの思考の方がすごいこう多い人だったんだなと思うし、こう多分ね余計なこととか余分なこととかが無駄みたいな感じにすごい思ってたのかなって思うんですよね。でよくゆとりとか、無駄はしましょうねとかっていうようなことも本当にね自分は皆さんに向けて結構言ってたんですけど、なんかあんまりそういうことをたくさんしてなかったんだなと思うんですね。でこうお仕事のついでに旅をしたりとか、あとこう旅が仕事になってたりとか、なんかそんな風な生活を送っていることが多いからかもしれないんですけど、なんかねやってる風やっちゃってる風もうそれ結構多かったんだなっていうのは今回すごく思ったことでした。で皆さんも多分当たり前にやってることっていうことが、もう当然のことのように過ぎ去ってやってしまってるっていうこと多いと思うんですけど、一旦ちょっとね本当にねここ最近ずっといろんな人に言ってるんですけど、ちょっと角度変えてみてほしいんですよね。今までこれぐらいの角度で見てたものをもうちょっとこういうふうに抜けるとか、なんかそんな風にすると全然違った風に感じるところが出てくるんですよね。そんなことをちょっと意識していただきたいなと思います。特に次のサイクルですね、次のサイクル27、26ぐらいかな、26日ぐらいにまた新月になるので、それぐらいまではちょっとこう角度を変えてみるとか、そういうようなことをやってみてほしいなと思います。そして明日はちょうどまたサイクルがお月様からのメッセージがジャストお月様からこう届く位置関係にありますので、4月の18日はうん、月光浴とかしていただいたらいいかなと思います。全然その、次のちょうど19日に下弦の月が始まるので、その前までその前の日
明日月光浴するのはすごくいいです。で、ちょっとこう準備しましょう。こう変わる自分、角度変えて見れる自分、なんかちょっとこう今までとは、意識が違う方に向く自分っていう準備をするための月光浴です。で、それをやってもらった中で19日の、下弦の月を迎えて、またこう綺麗にこう一掃できる周期が来ると、まあ、その流れに乗っていっちゃうと、ね、で、自分の方の思いの方に共鳴してさせてほしい色はオレンジなんですよ。オレンジ、明日はオレンジです。で、その次の19日上下、下弦の月の時はブラウン、こう土の色になっていきますので、今本当にちょうど赤とかオレンジとか茶色とか、先週ぐらいからずっとその辺の色がうごめいていますので、もう本当こう基礎作り、ベース作り、転換、変化、もうそんなことが全部入ってくる周期です。この波に綺麗に乗っかって、自分を転換させてください。そして、明日は数字はね、6を意識してくださいね。6をいっぱい重ねるとうまくいきます。物事が綺麗に丸く収まっていくような、そんな数字なので、明日は6を意識してください。ということで皆様、明日も良き日となりますように。また、皆さんにためになるちょっとした一日意識していただくといい情報をこれからもお届けしていきたいと思いますので、楽しみにお待ちください。じゃあ皆様、明日も良き日となりますように。じゃあねー。